殺人探偵、ジャック・ザ・リッパー。さあ、教会ですね。サルフ福音教団について探るため、ナオサは礼拝堂の中へ忍び込むことを決めた。よし、さっさと潜入と行こうか。あの中にはきっと有用な情報が山積みだぜ。話しかけるなよ、気が散る。音を立てないよう細心の注意を払いながら窓を開け、暗闇の礼拝堂へ身を滑り込ませる。さあ、入りましたね。昼間、幾人もの信徒が集い、祈りを捧げていた礼拝堂は暗闇に包まれていた。月明かりによって、かすかに読みが聞く。誰もいないとは予想してたが、おい相棒、なんか匂わねえか。黙っていたジャックが不意に声を上げた。ナーサーも小さく鼻を引くすかせる。甘い香り。香りの元は礼拝堂の奥、閉じられた扉の隙間からはわずかな光が漏れていた。ありゃ汽車したら入れるって秘密の部屋だな。結構な人の気配がしやがるが、こいつは。礼拝堂の奥へと続く扉は施錠されていなかった。マジか。ずいぶん管理がずさんだな。軽く開けた扉の奥からは誰かの声が聞こえてきた。複数にかなりの人数が無秩序に声を上げているのが予想できた。匂いは奥からだな。アーサーは見張りがいないことを確認しながら奥の様子を伺う。これは。神よ、神よ、救済を、はあ、はあ、ありがとうございます、ありがとうございます。うつろな表情で同じ言葉を繰り返すもの、床の上に転がるようにして眠るもの、意味不明の叫びを上げ続けるもの、彼らは麻薬中毒に陥った信徒たちであった。その中に床に石を投げ出して倒れたまま、よだれを垂らしてぼんやりと周囲を眺めている男がいる。報復姿の男たちが視線を交わすと、よだれを垂らした男を抱えるようにして、教会のさらに奥へと続く扉をくぐっていった。どこへ連れて行くつもりなんだ。さらに奥があるみたいなところですかね。周囲の者は熱狂しており、アーサーの侵入には気がついていないようだ。それでも彼はできる限り気配を殺して後を追う。教会の奥、そこには薄汚れた部屋に同じく不潔なベッドがあった。報復の男たちは、ほうけた男を部屋に置かれたベッドへ連れて行く。いくつか並んだ鉄製のベッドは満床だった。ベッドの上に寝かせられた中毒者たちは暴れないようにと手枷、足枷をかけられている。寝かされた者の中には3人ほどピクリとも動かない者がいる。呼吸による胸の上下もなかった。報復の男たちは遺体をベッドから床に落とすと、今連れてきた信徒に手枷をかけ、空になったベッドに横たわらせた。報復の男たちは動かない信徒を順に担架に乗せ、部屋に置かれた質素な棺桶へ詰め込んでいく。そのお手つきは荒く粗雑、およそ人体を扱うような素振りではなかった。奥ではこういうことがあってわけですよね。この世の地獄とも言える光景を目の当たりにした朝はしばらく言葉を失っていた。助けないと。待て待て、お前さん一人で飛び込んでって何ができるって言うんだ。
一人ずつ担いで助け出すつもりか。少しは冷静になって考えろよ。助けるどころか捕まって薬漬けにされるのがオチだ。建物の中には何人もの教団関係者が潜んでいるだろう。アウサーがここまで来られたのはあくまで喧騒に紛れてるからであって、大手を振って歩けるわけではない。ましてや被害者を担いで助け出すなど到底不可能であることは明白であった。また教団関係者の人数、被害者の人数を考慮すると、アーサーだけで全ての信徒を救い出すことは現実的ではなかった。アーサーもジャックの弁が正論だと理解できていた。本当に彼らを助けたいのであれば一旦引いて応援を呼ぶべきだとも。それで選択ですか。なるほどなるほど。それでも信徒を助ける、一旦引いて応援を呼ぶ。まあでもこれはジャックの言う通りというかですよね。ここは現実的に考えるべきですよね。とてもアーサー一人で助けられるっていう人数ではない上に、アーサーに何かある可能性もありますもんね。なのでこちらが正解だと思うので、上から見ていきましょう。それでも信徒を助ける。いや、放っておけない。倒れたまま動かない人は手遅れになるかもしれない。アーサーは囚われている信徒たちを助けようと飛び出す。それはいつかウォルターに言われたからではない、彼自身の前世によるものだった。バカ野郎が、どうなっても知らねえぞ。貴様ら一体何をやっている。何者だお前は。ナーサーの啖呵は薄暗い部屋によく響いた。だが報復の男たちは彼を捕らえようとするわけでもなく、逃げようとするわけでもなかった。なんだこいつ、僕を遠巻きに眺めているだけか。目の前にいる男に注意を払っていたアーサーは、突如ここから現れた男たちに気がつくのが遅れた。侵入者め！なあ。ち、目の前の奴はおとりか。ダンサーがまず身構え、ジャックの意志により操られた左腕がナイフを抜く。男たちが拳を振ろうと刃物を出そうとまとめて切り払うつもりだった。だが男たちが取り出したのは刃物ではなく噴霧器のようなもんだった。そこから正体不明の煙としぶきを吹きつけてくる。なんだ。わからねえが吸うんじゃねえ。そんなこと言ったって。煙をナイフで切り払うことはできない。ナオさんは口元を押さえ息を止める。報復の男たちは数人でアーサーを取り囲んでいた。囲いを突破するために動けば、その分相手も動き距離を取る。そして煙を吹きつける。報復の男たちは余裕のあるそれで口元を押さえている。しかし煙を吹きつけられるアーサーの服にそれほどの余裕はなかった。しばらくの立ち回りの後にアーサーは耐えきれず息を吸い、煙を吸い込んでしまう。そして走り出そうとしたところで足がもつれ倒れた。なんだこの煙。麻薬だ。毒は反則だろ畜生め。くそ、意識か。ち、油断したぜ。遠のく意識の中、ナオサは楽しげに歌うザフカの声を聞いた気がした。まるで天使が発するような清らかで甘い歌声を。
ボーナスシアターの時間だ。このコーナーはフィクションであり、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー本編とは異なる描写があることをご了承ください。地獄から舞い戻ってきたぜ、ボーナスシアターの時間だ。このコーナーでは本編でゲームオーバーになった原因とその対策を解説することになっています。あなたどうやって二度と復活できないように生かしたまま閉じ込めておいたのに。ジャック・ザ・リッパーを甘く見るんじゃねえぞ。それにしても定期的に薬を嗅がせて失神させ続けるなんて悪魔の所業だぜ。どこで覚えた？私は医者の娘よ。当然薬物にも精通してるに決まってるじゃない。なんてやつだ。俺の目の前にいるのは小娘の姿をした化け物だったってことか。何を今さら。というわけで今回は薬に関するバッドエンドだったわけなんだけど。おい、自然な導入みたいな決め顔して話をそらすんじゃねえ。まだ話は終わってねえぞ。何？もう一回戦うの？アリが恐竜に勝てるとでも思ってるの？くー、後で覚えてろよ。それで話を戻すけど、薬を嗅がされて倒れちゃったわけよね。これって回避手段はあるの？ないな。冗談抜きであそこで踏み込まないことしか対抗手段はねえだろうな。なるほど。さすがのジャック・ザ・リッパーも実体のない毒の煙はどうしようもないよね。こればっかりは俺でもどうにもならねえな。ポイントとしては敵の方が人数が多いんだから行動は慎重になるべきだってことだな。ひどい目に遭ってる人を助けたいっていう気持ちはわかるけど、できないことをやっちゃダメってことね。100歩譲ってあの場を切り抜けられたとしてもだ、一人で大人数の信者どもを運び出すなんてまず無理だ。結局どうすることもできねえんだよな。ここは一旦退いて情報を持ち帰るべきということね。それじゃあ今回はここまで。一旦選択肢まで戻ってやり直してね。 See you。いや、てめえ勝手にコーナーを閉めようとすんじゃねえ。ここは俺が。ああ、てめえどこで薬物を。言ったでしょ、薬には精通してるって。私が噴霧器を持ってないなんて一言も言ってないわよ。くそ、これで終わったと思うなよ。何度でも地獄から蘇ってやるぜ。まるで悪役みたいなセリフね。まあいいわ、今度こそ See you。 ダークソフィーやりたい放題じゃん。ということで、こちらの選択肢で進めていきましょうか。一旦引いて応援を呼ぶ。そうだな、ここは一旦引こう。助けられるなら全員を助けられる状況を作るべきだ。アーサーは麻薬中毒者たちから線を外す。未練はあるが、ここは確実性を取るべきだ。そう考え部屋から出るべく引き返した。そして礼拝堂の出口に近づこうとしたその瞬間、おい隠れろ。何者かが礼拝堂に入ってくる物音が響いた。アーサーは神道用のベンチの陰に身を隠し息を潜める。礼拝堂に入ってきたのはザフカだった。ザフカは静かに歩みを進め、月光の差し込む祭壇の上に立つ。そして目を閉じ大きく息を吸い、ステンドグラスから差し込む月影がザフカを幻想的に照らし出している。美貌、そして透き通った声、現実感のない美しすぎる光景にアーサーはまず息を呑んだ。ザフカの天使のような歌声が部屋の隅々にまでこだましていく。あら、
突然ザフクは何かに気づいたように歌を止める。そしてゆっくりと周囲を見ました。こんな夜分にまで礼拝をするとは、よほど深い信仰をお持ちの方ですね。出てきていただけますか？バレてるぞ。どうする？怪しさ抜群だが話してみろよ。何か情報が得られるかもしれねえ。わかった。何かされそうになったらその時はずらかって警察に駆け込もう。話が早いぜ。いいけど行き当たりばったりだな。臨機応変と言え。アーサーはベンチの陰から立ち上がり、ごまかすような笑みを浮かべた後、小さく肩をすくめた。こんばんは。まさか気づかれるとは思いませんでしたよ。声の響きがいつもと少し違ったので、誰かいるのではと思ったのです。響きが？ええ、私は毎晩ここで歌の練習をしているのですよ。ザフカは恥ずかしそうに微笑むと、アーサーを歓迎するかのように頭を軽く下げた。アーサー・ヒューイットさん、改めてこんばんは。我らが神の家へようこそ。いや、その聞かないんですか？こんな時間にこんな場所で何をしていたのかって。ここは神の家、父の家です。神の息子であるあなた方はいつだって教会へいらしていいんですよ。ザフカが口にするのは教会では一般的な言い回しだ。しかし自信を持ってそう言えるのは自分に後ろ暗いことがねえ場合だよな。あの野郎、何考えてやがる。ジャックの言葉に今度ばかりは共感しながら、アーサーは緊張に乾いた口を開く。僕はちょっと調べていることがあって今日ここに来たんです。まあ、どのようなことでしょう。演技なのか素なのか、ザフカは鳩のように小首をかしげる。僕は探偵で、今はミシェルという女性の周辺についての調査をしています。ミシェル？ミシェルは今宵この教会を訪れてはいませんが。それは分かっています。僕が知りたいのはこの教会で一体何が行われているかです。何がとはどういう意味でしょうか？それはあなたが一番ご存知なのではないでしょうか？ザフカは聖母のような微笑みを浮かべながら黙ってアーサーを見つめた。教えてもらえませんか？救いですよ。夢見るように目を細めながらザフカは答える。天使と見まごうばかりの心がほころぶような微笑みだ。救い？我々サルーフ福音教団が信徒の方々へ与えているのは救い、救済です。癒しの奇跡とも言い換えれましょうか。救い、癒しの奇跡だと。ザフカは真面目な顔でうなずきながら爽快した。それは信仰によるものですか？そうです。死は誰にでも等しく訪れるものですが、信徒の皆さんはいずれやってくる死の恐怖に怯えていらっしゃいますけれど、強い信仰があればそういった恐怖や苦痛を和らげ人々を癒す救いの奇跡の恩恵に預かれるのです。自分の行動が正当であると心から信じている調子でザフカは言い切った。奇跡ね、麻薬のことじゃねえのか？人には傷つき、くじけ、神にしかすがれない時があります。私にできる限りのことで人々の救いになりたいといつもいつも考えているのです。できる限りのことですか？
麻薬の供与も含めってことか。ダメだこりゃ。こいつ自分の信仰だか正義だかに酔ってやがる。話の通じる状態じゃねえ。迷いのない口調で語るザフカの姿を見るにつけ、アーサーはどことなく落ち着かない気持ちになっていた。全く思考回路の違う相手と話している感覚を覚えたんだ。こいつはもう放っておけ。そろそろ潮時だ。ザフカの真意はともあれ、これ以上話していても成果が得られそうでないことはアーサーにも同意できる考えだった。なるほどね。救いということであれば僕には必要ないようです。あら残念です。本当に夜半に忍び込んでまで探っていらしたのに。それは人は迷い失敗から学んで成長するものですが、教えて差し上げましょう。特別ですよ。私の話を誰にしても無駄なことです。何ですって？この世に救いを求める方々は数多く、そして救いを与える者たちもまた、私たちの活動の正当性を認めている方々がいるのです。揉み消すことができるって？随分な自信をお持ちのようだね。自信ではありません。事実です。子犬がいくら吠えようと神は動じません。ただそれだけのことですよ。なんだと？おい熱くなるなよ。あの不良警官が言ってただろう。こいつら何かしらの後ろ盾があるぜ。そこまで教えてくれたんだ。相当でかい山だろうな。あまり長いもよくねえ。奴らがこっちを舐めてるうちにずらがろうぜ。わかったよ。アッサーは営業向けの笑顔を浮かべると小さく頭を下げた。忠告ありがとうございます。大変参考になりました。では僕はこの辺で。おやすみなさい。どうかいい夢をご覧になってくださいね。一方的に話を切り上げて背を向けたアーサーはザフカの優しげな声に送られて礼拝堂を辞した。あれは、まあ、気づかれてたとはって感じですよね。礼拝堂から抜け出したアーサーは報復の男たちが馬車の荷台へと複数の棺桶を運び込んでいる場面を目撃した。ありゃさっき繋がれてた連中の誰かだな。やはり何人か死んだみてえだ。報復の男たちは棺桶を積み終え一旦馬車から離れる。どうやら見張りはつけていないようだった。誰も見張りをつけないなんて、教会から棺桶が出るのは不思議でもないけど。さっきも言ってたが自信があるんだろう。奴らの後ろ盾ってのは権力者かもしれねえぜ。やはりそうか。だけどどうして？まあともあれ今なら調べられるんじゃねえか。ああ分かってる。殺人探偵ジャック・ザ・リッパー。